はい、今日はじゃあ足場の解体2人一巻の終わりです。一つ間違えれば一巻の終わり。自分によってやっぱ組み方が違う。大学に おはようございます。元気出すよ、なんかお前の最長期やめてくれよ、ほんとに。これやりづらいんだよ、俺。それ注意しろ。どういうこと？付き合っとるか別れとるか、お前って同じ人間なの。中外家ではバイキンが増えるわけじゃねえんだもんね。挨拶代わりのフランクなキス。いやだわ。おはよう。気持ち悪い、ほんとに。おはよう、グッモーニンググッモーニング。気持ち悪い。ただのフランクキス。気持ち悪い。フランクキスじゃん。気持ち悪い。はい、今日はじゃあ足場の解体2人それですね。実習生と2人、実質 1.5。 あー、すごいな。めっちゃ大きいマンションだろ。何時ぐらいのテンション？あと2時間ケリもいないでしょ。12時半。まあじゃあそのね、空気は別として、はい、大人の仕事モードに入りまして、はい、解体じゃあ見させていただきましょうか。はい、ね、すごいですね、お前がどれだけそのショーに喋りかけれるかってことを俺車の中で大変。何車の中に笑ってしたの？なんだよ、もう解体動画撮りに行ったけど俺が必要じゃないわけじゃん。おいおいおい、俺がこういうアナウンサーみたいな感じで喋らなあかんもんで俺いるだけでしょ。友達になって初めての共同作業。共同作業よろしくお願いいたします。これ1時間これ決まった話だよ、大丈夫なの？俺はさすがに偉いな。だってなんかちょっと落としちゃったりしたら物音だもん。危ないな。いけるかい。物を1個落としたら終わりだ。こういうのがあるんだな、しまって。危ない。あ、いいよ。なんか用事はないの？あの、お前ら、俺カービィとか買ったやつ、あれ。無料に買ったんじゃねえぞ、あれ。あれ全然使ってないの、あれ。50万円買ったじゃん。めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖い。狭いな。下がついてないから。下がってそうだ。すごい。こいつ一本だ。怖すぎ。うん。人によってやっぱ組み方が違う。いや、そうっすね。はい。あ？汚いです。大学に。え？大学に。この組み方は誰だろうかなっていうの分かる。また僕です。そう。気をつけろ。ノートしたら一回もない。一巻の終わりです。一つ間違えれば一巻の終わり。会社としては会社が0点だな。これ一番職人が悪い。
会社としてたんだよな、優しさがない、優しさがない。あ、ズン倒れる多分。こっち、ここに押しながら。引っ張って。あ、こっちにな。こっちいいですね。ちょっと待って、こっち。怖い。いいよ。怖い。こうなるな。下からやりゃ、何の問題もない。めっちゃ、ゆっくり話しに。倒れる。いや、だろう。たぶん、まあ。まあ、トラック行けじゃん。こっちは走りか。あ、そっちは大丈夫です。じゃあ、全トラック行けっすよ。はい。え、いいよ、持っといてよ。いいだろ、しょ。あ、はい。いくら走る。はい、OK。体重かけないで、はい、ちょっと体重かけます体重かけない、おーあーあーっあーっすごいね、あすごい、まあそれだからね、これはもうすごすぎていいんじゃん、ビビです、何分だそうです、ストレスです、そうです、たわりないもんだな、最初まで言っていてくれたらいいことだし、世界だな、まあ言ってダメだったらしょうがないけど、あんないでな、まあもちろん俺は会社の体制が内側悪いんだけどな、営業前に行って倒れるぞ、会社側に、なんか、ツーな感じだよ、タン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 バカにしてるじゃん、滑った、足が北海道行けんわキャンセルだわ、キャンセル、マジで何やったの、
はい、じゃあショー、はい、どうですか、ちょっとやっぱ車があるかないかで、それちょっといいんだかな、内側、まあ足場が悪いというよりは営業が悪いというかね、内側に会社自体全体の二階道場の営業を落としてるみたいな。あ、ごめんなさい、なお前らも養生みたいな、まあ、いろいろありますけど、まあ、だいぶ手間ちゃうな、こんだけ手間かけたら、まあ、気になるのかな、一個も石こり1個としてる見せちゃうな、確かに足場次第購入、はい、はい、ぜひ声かけてくれてるんで、ぜひちょっと遠くも、まあ場所によってはちょっと自分のところでトラック手配して取り組みたいなと思ってますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、あと1個、あの、アストロハンチャンネルまた始めましたんで。始めた、はい、いつからおととい、ですね、いつ何があった、そうです、謝罪動画を上げて、はい、はい、で、私じゃないです、伊藤さんが上げてくれて、はい、楽しみにします。はい、な、週1本ぐらいの週1、週2ですね、どうやってよ、お前結構ストックもあるんで、はい、必要あります、わかりました、楽しみにします、はい、お願いします、せーの、おめでとうございます。